さあゴングの時が近づいてまいりました。新宿フェイスです。聡明建設株式会社ディープ東京インパクト2022サードラウンド、今日は全13試合たっぷりと生中継でお送りしてまいります。お届けしてまいります、実況市川克也です。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。放送席、今日はこのお二方にお越し願いました。私のお隣からご紹介いたしましょう。現ディープジュエルスストロー級並びにライジン女子スーパーアトム級チャンピオンの伊沢聖華選手、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さらにそのお隣です、現ディープバンタム級暫定チャンピオンコロ選手、よろしくお願いいたします。お願いします。お二人同門 K クラウンズ、はい、ということですけれども、まず伊沢選手から見て、はい、どうですか、コロ選手チャンピオンになりました。そうですね、やっぱり K クラウンの長兄としてすごい強い選手なので、はい、チャンピオンになってベルトを持っていることがすごい嬉しいですね。今長兄っていう一番上のお兄さんっていうことだと思いますけれども、そういう感じなんですか、ジムの中では。そうですね、もう周りのことをすごい考えてくれて、はい、選手に教えて、自分も選手なのに周りの気をすごい使ってくれてます。そういうところってコロ選手どうですか、もう元来持ってるものなんですか。そうですね、まあ、特に気にしてはいないんですけど、面倒見いいって言われたりとか。自分では分かんないですよね。まあそうですよね、はい、いいですってあんまり言えませんもんね。、はい、でもどうですか、2011年デビューから10年以上かかって、はいはい、ようやく暫定王者になりました、はい、あの戦い振り返って DJ 大輝戦、やっとですね。はい、であとは次防衛して、はい、初めてチャンピオンだと思うんで、はいはい、また、はい、まあ、防衛できるように頑張ります。はい、まあ、試合自体ってどうだったんですか。まあ、作戦がうまくはまりましたね。はい、もう自分のやるべきことをずっと押し通したっていう印象。そうですね、まあ、向こうがタックルとか警戒してくれてたんで、はい、あのこっちは打撃でいく気で、あのそこがうまく警戒して戦ってくれたんで、はい、思うように戦いましたね。伊沢選手セコンドについてあの時は、はい、ね、そうですね、はい、やっぱ1ラウンド目怪しいなって思って、2ラウンド目は取ったかなっていうような印象で、はい、3ラウンド目あのすごいバックが得意で、バックになったら絶対逃げれないっていう、まあ、セコンドとしてもいつも練習見てて自信があったので、はいはい、もうバックついた瞬間にあもうこれは勝ったと思って、そこから嬉しかったですね。チャンピオンになってどうですか、なんかコロ選手変わったりとかあります。いや、なんか全然実感ないんですけど。まあ、そうですね、ないですね。全然ないですね。全然ない、はい、ただ周りが喜んでくれてるのが嬉しいなっていう。あ、そっか、はい、それ一番じゃないですかね。でもそうですね、伊沢選手はそれ2回あったわけなんですけれども。そうですね、最近暫定王者から、はい、リープの方は正王者に認定されて、はい、どうですかそれに関しては。そうですね、あんまり実感ないんですけど。なんとなく2人はこうペース似てません感じが。そうですか。言われません。いや、わかんないですね、言われる。あんまり言われる。なんかいいですか、良くない。いいですね。言わせた感ありますけど。、ね、でもあの日は本当に伊沢選手、弟の風雅選手も、はい、そうですね、勝利しました、はい、この間放送席に来てくれた時は、はい、まあもう弟の試合があるともう大変だっていう風に。そうですね、可愛くてしょうがないって。可愛くて可愛くてしょうがないです。勝ってくれたことについてはどうでしたか。やっぱなんか初めて、まあ、ちょっとずつ強くなってるなっていうのはあったんですけど、前回の試合でセコンドついて初めてそのヒヤヒヤせずに冷静に戦い切れてたなっていうような印象ですね。あの後いろいろ弟さんとお話ししたりありました。そうですね、やっぱりいっぱい話して、で課題も明確になっ て、やっぱり今まで決定率が 0% なので、次は決めて勝つっていう風に。7月の10日、はい、ディープの東京ドームシティでやるので、はい、決まりましたね、はい、KO か1本で勝ってもらえるように頑張ります。
まあでも2人のやり取りっていうのは YouTube やってますからね、はい、そこ見てもらえればだいぶわかります ね、 ね、はい、ぜひ YouTube、はい、チャンネル登録お願いします。バズりたいっていうふうに弟さんがいつもそうです ね、 ねバズりたいって言うとなかなかそうならないっていう定説もそうなんですけど、ね、ご利用しで、はいはい、ですね。さあそれでは今日の試合についてですね、まずメインイベントからこれ見どころを伺ってまいりましょう。フライ級の戦いとなりました小牧根貴弘選手に高川選手ぶつかるという図式になっています。コロ選手どうですか、印象なんてところから伺いましょうか。組の小牧根選手と高川選手はこの間ライジン出て、はい、まあ、ストライカー系ですよね、なんで、まあ、どっちが押し通すか自分が得意なところを、うん、が楽しみですね。そうですね、はい、まあやって伊沢選手ライジンのような大きい舞台に出るっていうのは一つ、まあ、気持ちの面で変わってくるでしょうね。そうですね、やっぱり大きいところでやるとすごい自信もつくかなって思います。うん、まあ、それを小牧根選手にどうぶつけるかということになりますけれども、小牧根選手は元ファイティングネクサスのフライ級チャンピオン、初代王者という実績もあります。まあ、柔道でオリンピック目指してたということもあるんですよね。伊沢選手も柔道では柔道やってたっていう感じですね。やってたって感じ、はい、そうか、レスリングも、はい、相撲も、はい、ね、この間相撲をやってましたよね、またYouTube でそうか相撲やらせていただいて、YouTube ネタにちょっとつながっちゃいましたけれどもね、はい、この試合に関しては伊沢選手はどのあたり楽しみにされてますか。全体を通してです、このメインイベントいきましょうか。メインイベント、はい、やっぱりストライカーがグラップラーとやって寝かされて何もできないっていうような展開が多く見られると思うんですけど、はい、そこをどうターカー選手が対処しながら自分の得意に持っていけるのかっていうが、はい、ところがいいところかなって思います。まあ、お互いこれここまでの戦い見ても勝たなければいけないっていう状況になってますしね。はい、そうですね。まあ、その他でいきますとどうでしょう、注目試合を伺いましょうか。コロ選手いかがですか、注目選手でも構いません、同門もいらっしゃいます。はい、やっぱり自分は同門の清太郎、はいはい、この間 KO で勝って、と、まあ、2試合目の木村リオも同門なんで、はい、まあ、そこは自分の準備なんで勝ってほしいですよね。はい、清太郎選手はどうですか、パンチ強いですね。強いですね、はい、まあ、そこも今回見せてくれるのか、はい、どうか楽しみですね。話したりしました。はい、はい、しました。まあ、一緒に対策したりやってきたんで、はい、出せるのかですね。はい、相手の梶本康樹選手ってどうでしょう、プロデビュー戦ですね。はい、だからちょっと分かんないんですよね、どういう感じで来るのか。はい、だから相手に合わせるんじゃなくて自分を押し通す、はいはい、戦いになると思います。K クランってどうですか、やっぱりその横田代表の教えってまず自分のプランをしっかり遂行するようにっていうことを教えるんですか。そうですね、まあ、そのパターンもありますし、まあ、対相手に対してどうやるかって、はい、その時によってですね、はい、うん、変えてます。そうですか、はい、伊沢選手はどうですか、注目選手、まあ、経営クラン。そうですね、やっぱり同門の2人は頑張ってほしいなって思うんですけど、はい、あとは8試合目女子の試合、はい、シヌマ選手と細谷選手、チーコ選手、はいはい、が、この間新しくできた女子のフェザー級の階級なので、はい、そうですね、ここでどっちがベルト先生に絡めるかっていうところが注目かなって思います。そうですね、まあ、シヌマ選手もパンチ振り回してすごいですもんね、はい、あれ当たったらなっていう気がしますが、はい、それに対して、まあ、細谷選手がこれアブレイズ八王子ジムオープンして2年間なんですけれども、そこで初めてのプロファイター誕生ということでですね、まあ、どうなっていくのか、全13試合たっぷりとこの3人のメンバーでお送りしていきたいと思います。まもなく第1試合のゴングです。